よいしょと。あら、やっと。あれ、待って。あ、そうだ、ここでもあったな。そういえば、ムービー。うわー、でもういるぜ。待っていたぞ、ミシュア。いや、アンルシアと呼ぶべきか。この裏切り者からお前のもとへそやつを向かわせたと聞いてな。こうして待っていたのさ。勇者覚醒の光、私も見せてもらったよ。ついに記憶を取り戻したんだろう。おめでとう、アンルシア。自分が欲しくて、もう喉から手が出るほど欲しい力だもんな。めっちゃ悔しかっただろうぜ、見たとき。あなたは何者なんですか。私の名と姿を語って一体何をしようとしているの。語ってなどいない。私はグランゼドーラ王国の姫アンルシア、勇者となるべく生まれてきたものだ。いや、悲しい存在だよ。お前の力は私がもらう。これからは私が本物の勇者となるのさ。私の力を、そんなことはさせない。ひょーやっや。私の研究成果をもってすれば簡単なこと。キルギル君、これまでにも多くの者の力を抽出し、姫様にお与えしてきましたからね。あ、抽出して、ああ、そういう話だったね。そうだったね。まさかその中に私の孫も。うわ、お前の孫テグラムも私に命を捧げてくれた。その力は今私と共にある。光栄に思うがいいぞ、大無郎。やはりテグラムは。うわ、うわ、ちょっと待ってくれよ。なんてひどいことを。やめろ。キルギル、すぐに始めろ。かしこまりましてございます。うわ、あ、そっか、この場で奪おうとしたんだっけ。簡単にはいかないようですね。ならば最大出力。それでもじゃないか、勇者の力は。うわ、あ、うわ、ちょっと待って。うわ、大無郎。うわ、うわ、うわ、関係ない人巻き込むんじゃねえよ。力を吸えぬか。私の計算を超えるとは。これ以上のパワーを出すには創世の魔力をもってするしか。創世の魔力な。ならば創世の渦へ向かうぞ。私が勇者となるためならば金を破ることになろうと構わない。このキルギル、そのお言葉をずっとお待ちしておりました。いよいよ創世の魔力を試せるのですね。では早速参りましょう。今までの大魔王たちは滅ぼすためというか、まあ、滅ぼすためか、滅ぼすために使ってきた魔力を、今代の魔王は創造のために使ったんだよね、その力を。待ちなさい。私を止めたくばダーマ神殿へ来い。創世の渦への道は開けておいてやろう。地下にある儀式の間に来ればわかるはずだ。いやいや、あいつもかわいそうなやつではあるんだけどね。ここまで追い詰められてたわけだから。でもだよな。うわ、ダイムロー。ダイムさん。あなたが本物の勇者姫様では。私がこれまで仕えていたあの姫様は一体。やはりこの世界はおかしかった。私がそれに気づけたのは、真の勇者であるあなたと一緒に過ごせたおかげ。やっぱそうだったんだね。ありがとうございました、アンルシア姫様。うわ、私はあの人たちを許さない。命を軽く扱いすぎたよ、あいつらを。すぐに後を追いかけましょう。皆さん、力を貸して。分かったよ。もちろんよ、勇者様。一緒に行こう。そもそも俺らはあんたの力になるためこの地に来たんだからな。うわ、強えな。みんないるのほんと心強えな。ありがとう、みんな。では、ダーマ神殿にある儀式の間に向かい、創世の渦への道を探しましょう。そうだね。あ、勇者姫アンルシアが仲間になった。うわー、これどうなんだ。スキルパネルとかこれ見れんのか。うわ、ようやくだね。行くか、ダーマ神殿。何が使えるんだろう。はやぶさ切りとか。デイン系はないのかな。デイン系ここらにありそうだな。でもデイン系よりもまずはどうなんだろうな、サポート系というか、こういう系増やした方がいいよね。ちょっとみんな仲間にみんな話聞いてみよう。フラ、優しかったダイム様で許せない。あんな人本物の勇者になんてなれるはずないよ。そうだよな。力を手に入れただけでは勇者にはなれない。なってはいけない。絶対に止めてみせる。これ本当に勇者になれてたんだろうね、あいつは。ダイムさんの無念を晴らすため、これ以上人々の命を奪わせないため、もう一人の私を絶対に止めなくては。ダーマ神殿の儀式の間にあるという創世の渦への道を探しましょう。創世の渦か。あんな人を傷つけるやつは勇者と呼べねえ。覚醒した姫さんと一緒に戦おうぜ。ああ、了解だ。偽の勇者姫のあの言葉、勇者となるべく生まれてきた。そして創世の渦とは。まだわからないことだらけですが、僕たちの使命でもある勇者姫の手助けを果たしましょう。了解だぜ。出す。他人の力を奪ってまで強くなりたいなんてわしには理解できないですね。お、なんかまともなこと言ってる、ダストンが。珍しく気が合うじゃねえか、おっさん。あいつら絶対に許さねえぜ。ダストンがまともなこと言ってる。創世の魔力。あの姫様は本気で真の勇者になるつもりなの。取れてるよな。前回のことがあるからちょっと不安なんだけどね。アンルシア、あの人たちの言っていた創世の渦への道ってこの旅の扉のことみたいね。そうだね、創世の渦。そこに何があるのか確かめないと。行きましょう。了解だぜ。うちの妹を舐めてもらっちゃ困るぜ、アンルシアさんよ。まあ舐めてはないと思うけど。で、たどり着いた先がここなんだよね。なんでマデサゴーラはここにしたんだ。あー、てかそっか、ここが中心だからか。うん。この場所。まあ、本当に帰ってきたってわけじゃないからね。うん。ここは村のようだけど、ほとんどが壊されていて、跡形もなくなっているわ。うん。あの人たち、ここにはいないみたいね。村の外に出て、創生の渦を探してみましょう。了解、行こうぜ。うん。あ、で、みんななんか話すのか。どうかしたか。あ、そっか、みんな知らねえのか。何か気になることでも。うん。カムシカみたいな顔。カムシカみたいな顔。穏やかなような、寂しいような。うん。ダストンも言わない。ガラクタとか言わなかった。よかった。ダストンがガラクタとか言ってたらちょっとさすがにぶん殴ってたからな。うわ、よかった。言わなくて。で、よいしょ。さあ、こいつってさ、話せるやつじゃなかったっけ？あ、違ったっけ？違うか。なんか神父じゃなかったっけ？ゴーレム。今なんか話せなさそうだったからちょっとやめたけど。うん、あれが創生の渦。ああ、そうだね。なんかあるね、あそこにね。調べていないのは、あとはあそこだけね。うん。あの洞窟を抜ければ、創生の渦へたどり着けるかもしれないわ。うん。中に入ってみましょう。創生の渦にいるあの人たちに早く追いつかないと。そうだね。この偽りの世界ってナルビアの町再現されなかったんだよね。いるな。うん。グランゼドーラの兵士。来たか。アンルシア様に立てつくものよ。創世の渦へ向かうつもりならば、この私を倒さねばならんぞ。一瞬、うん、毛利小五郎の声の人がと思った。だが、キルギル様の研究によって魔物の力を得た私を、果たして貴様らごときが倒せるかな？キルギルちゃんが？いや、あいつどうなんだろうね。あいつも生み出された存在なのかさ、そもそもマテサゴーラの進化なのかね。うわー、なんだこいつ。やるか一応初見っぽい反応を取っとかないと。行くぜ。さあ、お疲れーっす。これ鍵なんかもらうんだっけ？え、なんだっけ？封印が1個解けた的な感じだっけ？あ、鍵だね。うん。ヒューコの元に天から白い光を宿した水晶の爪が降ってきた。あ、白水晶の爪を手に入れた。ちゃっちゃーんで入ってきたけども、ああ、またいるよな。まあ一瞬で終わるべ。ここまで来られたということは、うん、ゲゾラメは倒されたようですね。三人称の中で、まああいつは一番弱かったからねみたいな、なんかそういうやつでしょ。ですが、ゲゾラは試作品に過ぎません。試作品だもんね。あなたはまだ。うん、キルギル様の研究成果を何も知らぬに等しい。あ、そうなん？自分の方がより完成形に近いんだね。はーんへえ。人と魔物を合わせたこのグリモスの力、うん、その身で思い知るがいいでしょう。自制の句を用意しとけ。行くぜお前ら。あ、で、これで3体目だね。体調的なやつ。なんだっけ？ベトラ、バトラ、ブトラ、ヌトラ。そんなやつじゃなかったっけ？なるほど。あ、バスラ。キルギル様がここの守りを私に任せた理由が今分かった。キルギルちゃんが。私はお前を知っているぞ。アラハギーロ王国でのベルムド王との戦いは見させてもらったからな。あれずっと見てたお前。観客席からそれだけの力を持つお前がアンルシア様に敵対するというならば、私はお前を仕留めねばならん。ああ、なるほどな。こいつは俺の力を認めた上で挑んでいくんだね。これまでに戦った魔装兵と同じと思うな。はい。キルギル様の研究の集大成、究極無双の兵士、それが私。あで倒れたな。あれこれムービーやりか。これでとりあえず道は開けたもんね。よし、みんなたどり着いたぜ。あ、キルギルちゃんがいる。もうすでにうん、ここが創世の渦だね。うんひょ、まさか本当に追ってくるとは。なんと哀れで愚かなる実験素材。愚かはどっちかね。実験素材、うん、一体何を企んでいるの。うん、やれやれ、無知で無学で無教養なあなた方に特別に教えて差し上げましょう。こっちのキルギル本当何なんだろうな。どっちなんだろうね。ここで生み出されたのか、もともと魔族なんか。創世の渦、すべてを作り出し生み出す創世の魔力のその根源に通じるという力の象徴なのです。創世の魔力のその根源に通じる。まあそうね。あの渦に秘められた魔力、果たしてどれほどのものなのか、あなた方に想像できますか？できませんよね。そうっすね。でも悲観することはありませんよ。すぐに体験できるのですから。お前もな。キルギル君、お前もな。まさに今、創世の渦に秘められた絶大な魔力をその身に宿そうとしているところなのですよ。そしたらまあ力は得られるけど、ただ欲してるのは勇者の力だからね。どんな力があろうとも勇者の力がなければ意味がないんだもんな。創世の魔力を得た姫様の力はこの私ですら計り知れないものとなり、確実に勇者の力を超えるでしょう。あなたたちの思い通りにはさせない。俺たちがいるぜ。残念ですがもう遅いのですよ。感じる、感じますよ。ついに姫様が創世の魔力をお前最後の言葉それな。最後の言葉それだったんか。そっか、あ確かそうじゃなかったっけ。あいつもう終わるよな。でアンルシア、お前そのままの姿が良かったよ。そのままの姿が良かったな。創世の魔力は我が身に宿った。何？ああ最初そうだ。あれ待って。体が動かない。あやっべえかもしんない。俺アンルシアにさ全部バッジだっけあれ渡しちゃった。俺マユさんにつけてたやつ俺全部アンルシアに渡しちゃった。マユさんの全部ひっぺかしてやっちゃった。あやっちゃった。あ忘れてた。あやらかした。あららららら。でもアンルシアもその姿がこの姿になっちゃったらもうさ全くだよ。でキルギルちゃん、我が姫様、なんと美しい。まさに魔の勇者。あ、おいしょー、終わっちゃった終わっちゃったよ、キルギル君。あ、チリッカスになっちゃった見よこの姿を。いや、美しいとは思えない。創世の魔力によってさっきまでが美しかったんだけど、私は勇者を超える力を得た、うん、だが私が望むことはただ一つ。お前から勇者の力を奪い真の勇者となることだ、うん、見てもらいたいんだもんね。目障りな邪魔者を排除する必要があるな。ギク創世の魔力がもたらす力をまずはお前で試させてもらうとしようアンルシアよ、何もできぬままこやつが消し飛ぶところをそこで見ているがいい。やばいかもしれない、やばいかもしれない。あ、ちょっといつもと違うメンツで偉大なる魔力を存分に味わうがいい。アヌシャ早く来てな。やっておしまい。ヨダちゃんお仕置き。アヌシャ光栄に思え。こんな可愛い子からお仕置き。あ、でもそうでもね、勝てる。よっしゃ、いけたなんとかなっちゃったわ。やったぜ、魔勇者アンルシアをやっつけた。どないな。よっしゃ。んでどうだよアンルシア。あ、お前の力を見くびっていたようだ。見くびられてたようだね。人の身で創世の魔力を得た私とここまで戦えるとは驚いたぞ。もう人間やめてるからな、こっちは。だがな、なんだ、どんなに強かろうとお前では私を滅ぼすことはできない。いけちゃうんだね。だってこっちにはな、今まだちょっと囚われちゃってるけど勇者がいるからね。うん、この創世の魔力、これ全部使い果たしてたら逆にどうなってたんだろうね。ああ、ジャゴヌバの力って。お前に残されているのは私に消し飛ばされるという運命だけなのさ。あいつ巨大な力の塊みたいなもんでもあったんだよね、ジャゴヌバって。ああ、だから作り出すこともできたのか。うえー、今脳天大丈夫ヒューゴ。勝ち割られなかった。アヌシア、さあお別れだ。これまでアヌシアを守ってくれて感謝しているぞ。結構ちょっと身長高すぎる。やめろ。ちょっと待って、俺たち豆粒じゃねえかアンルシア、うん、惚れちまうぜ。いやでも惚れたらダメなんだけど。何、創世の魔力で作られた戒めから逃れただと。うわ、この BGM ほんと好きなんだよね。みんなを危険な目に合わせるわけにはいかないわ。うん、私も一緒に戦います。了解だぜ。いや、このアンルシアの私たちが力を合わせれば、めっちゃ好き。どんな敵にだって勝てるはず。うん、行こうぜ。これからが本当の戦いよ。よし、やってやろう。あ、やべ、アンルシアの頭装備エンゼルスライム棒のままだっためっちゃ忘れてたお前たちが揃おうとも結果は変わらぬぞ。どうかな。さあアンルシア、お前の勇者の力を私によこすがいい。よし、やってやろう。今度こそアンルシアしっかり加えられる。うん、そうだね。加える必要があります。うん、そうだね。ごめんなラグアス。これでいこう。よし、よろしくいくぜ。お前の持つ勇者の力をもらい受けるぞ。でもお前爆散してたんじゃないなっちゃうと。でじゃあ戦おう。じゃあそしたら会心邁進の前に祈りのゴスペルを。ゴスペル魔法陣作り出した。いってやー、トラシブが何それなんだっけそれ。あーなんかあったね。でもそれもともと回避できるやつだよね本当はね。ライトフォースとかやっとく。いや深夜刃砕きだな。デバフかけとこう。痛えね。やばいこれ結構きついぞ。あ死ぬ。待ってこれ結構きつい。アンルシアさんこれ結構きついっす。9個。うん、蘇れ。蘇り節。よしおかえりみんな。あこれフーラちゃんやべ。やべ。これマジ。よし入れ替えだ。アンルシアこれで決めてくれない。これでちょっとマジで決めてほしい。頼むいいかでいい。いけ。うん凡人に見えるかアンルシアが。凍てつく波動は割と大丈夫。聖剣爆撃。あ倒せたかなりギリギリだったぜ。俺はこれでマデサゴーラを倒せる気がしねえ。やべどうしよう。俺装備カスカスなんだよね。防具が私は何としても勇者の力を手に入れるのだ。そのためならば何度でも立ち上がる。もういいよ。決して諦めはせぬぞ。いやもう大丈夫かな。倒しても立ち上がってくるなんてこのままでは。だけど私たちはここでくじけるわけにはいかないの。そうだね。何度相手が立ち上がろうと私たちで打ち倒しましょう。無駄だ。お前たちが何をしようと私を滅ぼすことはできぬと知れ。まあ後ろに創世の魔力があるからね。でもよあれ創世の魔力より生み出せしこの闇の衣をまとった今、もはやお前たちの攻撃など通じはせぬ。我が力にひれ伏すがよい。これ割とマジいな MP。 まがまがしい姿なの。私の勇者の力であの闇の衣を何とかしてみせれば。みんな行くわよ。全回復してくれ頼む。あ終わったかもしれない。あこれ終わったかもしれない。これみんな生きてる？生きてますか？あ、うん。あ、勇者の光。あれ待って。おお、みんな生きてるよかったぜ。こうしよっかな。これでいこう。パパッと片付けちまおうぜ。そうだな。闇の衣。やっべちょっとマジで祈りのゴスペルやってよ。ゴスペっといてで刃砕きも通らねえもんな。じゃあ一旦ライトフォースいくぞ。でベホイムを9個にやっといて。おーキャンルシャ来た。勇者の光頼む。勇者の光聖なる光よ、魔を退け闇を払え。いいよかっこいい。よっしゃありがとう。しかもちゃんと止めてくれてる。ちょっと一旦録画切り替えよう。下げる一撃を放ちで武器カードも上昇。あいいじゃん。いいじゃん。でもう攻撃どんどん今のうちに加えてこうぜ。ナイス動き封じめ。いやーすげえな。今のうち鉄鉱山ドーンいいね。でさみだれ好きいいじゃん。アンルシャ動けるようになった。いいね。いいよ。じゃあ今のうちにマジックバリやってこうぜ。マジバリ貼って扇の舞やって。あいいね。あいつずっとじゃん。待ってこれでさみだれ。あいいよダメージ。あ動けるようになったね。やめて魔法陣作り出した。ああ、やべえ。で、ラガス、これ耐えような。リベホイム。いや、でもベホマラだね。貼っといて、アンベシャもきついけど、マジバリもう一回貼っとこう。いや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 、やっといて、で、扇の前。攻撃あるのみよ。シューコに怒ったけど、痛えね。あ、でも半分いったね。これでもうあとは、土着層にやっちゃえばもう終わるんじゃねえか。よしよ、封じ込められてるけど眠っちゃったままだね。痛いけど今のうちにも攻撃しちゃえばいいんじゃない。いいよいいよいいよ、やっちゃおう。でどうしよう。無人の誤報でよしよ、当たるダメージ少なくなったね。いてえ、おいおい、ようやく起きた。ピンク台風、これだいぶじゃない？もう今のうちにやっちゃおうぜ。よし、ピンク台風。よっしゃ。あ、だいぶだぜ、だいぶ。もう回復忘れてさ。おっしゃ、終わった。あ、アンルシアいたらめっちゃ楽だね。アンルシアやっつけたぜ。どうや。これが勇者の力だ。なんということだ。創世の魔力をもってしても勇者の力には及ばぬというのか。勇者を見くびりすぎたぞあんた。いやー、でもお前もうちょいやり終わったやな。あれ待って、あれ、あ、いやお前も悲しいやつだったよ。なんか親に認めてもらいたい子供みたいなさ、そんな感じがしちゃうんだね。やはり私ではダメだったということらしい。私は所詮作られた存在。本物の勇者になどなれるわけがなかったのさ、作られた存在。そうだ、私は勇者となってお前と入れ替わるため、この創世の渦から生み出された。大魔王マデサゴーラの手によってな。大魔王マデサゴーラ。だが私は勇者として覚醒できなかった。まあ、できねえよ。出来損ないの失敗作と蔑まれ、大魔王に見切りをつけられたのさ、それでも諦めきれなかった。私には勇者となる以外に生きている価値などないのだから。覚醒するために何でもやった。できることは全てだ。でも結局だってアンルシアの真似をしたところでさ、勇者になれるわけじゃないからね。マデサゴーラって勇者のシステム何も知らなかったってことだもんな。しかし何をしようと覚醒の時は訪れない。その時だ、お前が現れたのは。私の体は歓喜に打ち震えたよ。本物の勇者からその力を奪えばついに勇者になれると。その結果がこのざまさ。いや、知れば知るほどこいつめっちゃかわいそうなんだよな。いいことを教えてやろう。大魔王に作られたのはこの私だけじゃない。この地に生きるもののすべてが、存在するもののすべてが、大魔王によって創世の渦の魔力で作り出されたものだ。そうなんだよね。ここは偽りのレンダーシア。この地そのものが作られた存在であり、救われることのない呪われし世界なのさ。未完でもあるしな。作り上げられることもなくね。でもこの頃からもう示唆されてたんだな、偽りのものが本物に成り変わろうとしたいっていう、成り変わろうとしてるっていうのはこの時からあったんだね。うん、でこれはブレイブストーンか。彼女も自分の運命に苦しんでいたのね。それにしてもこの世界の全てが作られたものだなんて。大魔王は一体何をしようとしているの？普通の人じゃ考え至らないよな。ここが偽りのレンダーシアだとしたら、本当のレンダーシアは、この世界の秘密を知ったようですね。クローズ、私はこの時を待っていました。真の勇者が目覚め、偽りの勇者を打ち滅ぼす、まさにこの時を。見えてんだもんな、クローズ。この石が、あなたのいたレンダーシアが今どうなっているか知る手段はここにあります。これはブレイブストーン。勇者が使ったならば次元の壁さえも越えて好きな場所に移動できるという秘跡です。これってさ、なんかもうちょいいろんな場所行けそうだけどね。それを使えば次元の壁を越える。私たちは真のレンダーシアに帰れるんですか？その通り。偽りの勇者は覚醒を迎えた後にこの石を使って真のレンダーシアへと渡るつもりだったのでしょう。ですが今の戦いで石は割れてしまった。しばしの時がいただけるならこの私が直してみせますがいかがです？お願いします。その石を使えるようにしてください。ではグランゼドーラ城の西の塔3階の姫の部屋でお待ちください。石が治り次第お届けに上がりましょう。当時はこれ 3,4 ヶ月待ったけどね。石が治るので子供の時の 3,4 ヶ月ってすっげえ長いからさ、めっちゃ大変だった。待ってる間どうしようって。聞いての通りよ。私たちは一旦グランゼドーラ城に戻りましょう。行こうぜ。でもまあ一旦はな、共に真のレンダーシアへ。了解。まあ、ってところで終わりにしとくんだけどもね。で、元気玉終わったな。じゃあ、リリミットで。行く前にいいや。はい。ということで、じゃあ、ご視聴ありがとうございました。一旦ね、ここでシリーズ止めとこうかなって考えもあるんだよね。まあ、なんでかというと、これからバージョン 7.0 始まるしね。7.1 だ。だからまたここで止めといて、またいつの日かこれ進めていくわ。気がついた時にね。はい。ということで、じゃあご視聴ありがとうございました。また次もお願いします。よければチャンネル登録、高評価、X のフォローお願いします。では、バイビー。